まあでも最近そう私思ったんですよちょっとこれ、うん、幸福論にな,なるかと思うんだけど例えばプロゲーマーの寿命っていうことを考えた時に、うん、3名でお金をたくさん稼げるのと、うん、息が長くて、うん、まあ安定してそれなりのお金が稼げるのってどっちが幸福だと思う3名の方はもうなんだろうおじゃあ奥稼げるとします、うんうん で、まあ、えー、息が長い方は、まあ、サラリーマンよりもちょっと、いいぐらい稼げる。うん。だとします。いや、まあ、労働内容によるんじゃないうーん、まあ、どっちも、まあ、頑張る。一生懸命頑張る。<laughs> 自分なりね。そうそう。いや、俺はもう、ね、労働条件が全てだと思ってる。金じゃないと思う。う俺が思ったのは、うん、その、 労働に対する対価っていう考え方よりは、えっと、自分の好きなものを仕事にしていられる時間。あ、そういうことか。幸福なんじゃないかっていう、ああういうまあ、視点だね。うん、それは結構難しくて。う,ん、うん。例えば、じゃあ、すげえ極端なあれで言えば、じゃあ、一年間、地獄の思いして、一生遊んで暮らせるだけの金を稼ぎましたと。仮にね。うんで。そしたら、それが好きなんだったら、うん 引退して普通にやればいいじゃん。そうなんだけど、ま、うん、あまあいいや、一応全部そっちの目原の話を全部聞こう、うん。だから、その、なんて言うんだろう。障害賃金稼げるとかっていう話になっちゃうと、結局その後自由になって、キャナタイ後に、やっぱり好きなことやるから。うん、で、えっと、うん、そのサラリーマンよりちょっといいぐらいの金額でやってる間って、多分常に不安が付きまとうんだよね。うん、なな何年ぐらいやって、 何年ぐらいは絶対にこの仕事やってていいですよっていうことを教えてもらえないわけじゃん。んいつ終わるかもしんないって思いながら不安の中やるわけじゃん。うん、って考えると、えっ、ー、と、で、好きなことを仕事にするって言うけど、好きなことだけど、仕事にすると好きなだけじゃダメだから。うん、きつい思いもするから。う,ね、うん。って考えれば、短い空稼いだほうがいい。なるほど。うん。今の、今の条件で話すと絶対そう。短期でバッとやって稼いじゃ遠い,い。これはこ。で、本当に好きなんだったら待てればいい。 俺はそこで、人間の、まあ、自己顕示欲とか、その承認欲求っていう意味で、選手として前線にいられる時期が長い方が、競技者にとっては幸せなんじゃないかという考え方をして、うん、要するに、だからゲームを変えないとだめだよね。同じゲームって話に。同じゲームじゃないでいい。 例えば、割り当たりやすく言えば、LOL と格ーってことだよね。あそう。うん。FPS と格ゲーでもいいんだけど。うん。まあ、戦士寿命が短いとされてるけど、まあ、市場がでかいから稼げるあの<う>タイトルと、まあさ、市場は規模は小さくなるかもしれないけど、うん、割と長年食えるよね、みたいな。まあ、そうだ、わかりやすく言うと、まあ、それ、その当てはめが一番わかりやすいと思う。うん。どっちがいいんだろうね。でも、それって、だ,だからその、結果論だよな。 が長く続く続っって分かかかんなかったからなたらそうなのよだから不安も込みだと思うのよ。うんうん、で俺考えてなんかそのさっき言ったようにじゃあ選手としてバッと稼いでバッとこう伝説になってもいいけどそ,れその自分の姿をずっと後ろを向いたらやっぱ一番ピークがすでにある。うん、ですまあ好きだからそのゲームをやったとしてもあの頃はって言われて。 続けけるるかもしれなない人生になるわけじゃん、うん、昔の自分がピークでしたっていう状況で過ごすのと、うん、その長年やっていく人たちは、その常にじゃあピークに近い状態で、そのシーンにいられるっていうことになる。うん、その幸福度が果たして、 どうなんだろうねどうなんだろうなって。うん、まあ、そのもちろん個人差がある話なんだけど、俺はでも、まあ自分の性格から言ったら、そのシーンの最前線に入れ続けた方が幸せって思う人間かもなって思ったんで、うん、その辛いこととか不安ももちろん抱えたままでも、うん、最前列に近いところでこう、うん、歴史を見ていける方が楽しいって思うかな、みたいな。 まあ、一番得意なことだろうしね。まあでも格ゲーはなんか、年いっても、戦えるし、うん、なんか、いいよね。なんか、圧かけたいよね。こんな年のやつにお前ら負けてるのがって、圧かけたいよね。うん、若いやつにね。うん。あ、実はかけてんじゃんね。<laughs> いや、かけてるよ、別に。<laughs> いや、かか、<や>かかればいいなっていう。いや、圧っていうか、その、なんか、恥ずかしめたい、ね、だって、 昨日の 5G の西予選とかさ、うん、なんか、国抜きが若い子たちと当たってて、うん、ユズポンズくんかなんかとのチームと当たってて、もう、さ、国抜きもガチで勝ちにいってっからさ、うんうわ、こいつらあれだぞ、みたいな。ラッキーパンチ食らいたくないっていう立ち回りしてんぞ、みたいな。うん、<laughs> IK らかんやがってんぞ、とか言って、うん、おう、国抜きとか言って。うん、<laughs> もう明らかにその、自治に負けたくない心理を読みながら、<laughs> その投げまくるみたいな攻略とかしてて、うん、なんか本当嫌だろうな、みたいな、その若い子たちがいきなり国抜き1回戦とか嫌だろうな、と思いながら、うん、見てたけど。エルシャール組かな、うん、ファニーチームはね、うん、あの、東の時で、西の時も、なんかそういうのがあるのは、まあ、格ーのいいところだなっていうのは、思ったし。わ、うん、かんないね、しし何歳がピークかもね、わかんないからね。 そで、さっき、まあ、コメントにもちょっとあった通り、FPS とかってモデルケースとして、その、競技者としてのピーク。でも、それが終わった後に好きでやって、ストリーマーとして、また、第二の人生でピークを迎えて、うんね、競技者の時よりも、まあ、輝くっていうパターンも生まれているから、うん、なんか、まあ、一概には言えないんだけど、<laughs> たらればだけど、自分だったら、どういうものが、こう、 幸福値が高いのかなと考えた俺はでも現役じゃなくなったら全然意識変わりそうだけどな。てか、梅原はもう現役じゃなくなったら一気に老けんじゃないのいや、老けるよ、多分。これだけを知らて。これだけが支えで生きてるい、うんだ。心の支えっていうあ<ー>、うん、あ。スペックみたいな感じでしょスペックスペック。ック実はもう70近いじいさんでしたみたいなさ。ツヤツヤの筋肉してたのに、<laughs> 負けた瞬間、よぼよぼや。<laughs> <laughs> いや、それでも本当にあると思うわ。あ,<ー>あの、マジで、前線にいるから、まあ精神的にもね。まあ見た目も多分その辺の40歳よりは若いだろうし。うん。絶対あると思うわ、それは。うん。うん、絶対ある。すげえ老けると思う、マジで。やめたら。まあでも、格ー業界に今携わってる人みんなそうじゃないいたトとかさ、まさこさんとかもさ、もうなんか、 物理的にその格ゲーできませんみたいになった瞬間すげえ吹けんじゃない言うだろうね。俺も声出なくなったらすげえ吹けるかもしんないもんね。うん。いや、あると思うよ。マジで。芸能人とかもテレビ出なくなったら途端に吹けるじゃん。そうだね。ああ、やっぱね、全然、全然違うと思うよ。気張ってるかどうかって。<の>変な話さ。気張るって大事だなっていうか、<や>酒とかもさ、気張ってると全然言わねえじゃん。 読まね,ねえんだよ。うん。でも気泣い,ないてるとすげえ読むからさ。まあ、そういうのってあるよな。気腹張らないって。あるんだろうね、うんああ。まあでもちょっと、まあ、話長くなりましたけど、まあゴン太と飯食ってきますよ。ね。あのね、うん、まあこんな機会だから言いますけど、うん。梅原が、まあ、2009年ぐらいにプロゲーマーになったじゃん。うん。で、俺は、えー、2012年ぐらいからこれで飯食っていこうと思ったの。 はいはい。で、その時、ゴンタは飲食をやってたんだよね。うん。で、俺は、えー、思い描いた未来があったの。うん。いつか梅原が、超でかいあの世界戦を、決勝を戦う時に、俺はそこで,、うん、で、実況していて、うんで。その試合を、なんか e スポーツバーみたいなところを経営してるゴンタが、うん。 あと一緒に見てるっていう絵を想像して、そこに向かって頑張ろうってね。はいはい。そうん、ありました。え終わり。以上です。あなるほど。いや、その未来は、あの、ゼロじゃないと今でも思ってますと。まあ、そうですよね。いや、でも、ウォンタは実際、そういう夢を語ってたのよ。へえー、だから、わかんない。あ,あ、きついか。 <laughs> きついのね。これがきついんだったら、あ、じゃあ、皆さんおやすみなさい。失礼しました。これがきついんだったら、っていうか、ま、う、あ、ん。大丈夫です。失礼しました、って。いや、別に。まあ、でも、まあまあ。あ違う、明日顔、じゃあ、その演分演分だけ。塩分だけね。うん。と、あと、ジェンバルああ、ジェンバルね。なに相当配信増やすのいや、あのー、 まあ、この時期だからしないけど、この時期ってのはとりあえず、トバちゃん中だからしないけど、はいはい、トバちゃんが終われば、何でやっちゃうかもしんないなああ、達也とかめちゃくちゃやってるからな面白いんだよな